ゴジラ2023、そして初代ゴジラ、これが最新と最古のゴジラ。しかし時をもっともっと戻してみましょう。おや、あれは、ムービーモンスターシリーズ、ゴジラ、1954。ひな形。はい、ということで、初代ゴジラのひな形。まあ、初代ゴジラの元ですね。のフィギュアです。まさにゴジラの原点。まあ、こちらですね、今年の4月に渋谷で開催された、ゴジラジアート、バイパルコで予約したものなんですよ。いやー、これはすごい。これ、ちょっとタグ外すの。さすがに、外しやーす。てか、まずこのタグがすごい。まずこのひな形の背びれがシルエットであるのもいいし、なんといってもこっちね、これ初代ゴジラと同じように銀座和光の時計塔をこう破壊してるんですよ。ひな形が破壊してるんだよ。この粋な、まあ、スチールと言っていいのか、デザイン素晴らしすぎるね。やっぱり初代ゴジラといえば時計塔だと思うんだけど、それとこう合わせてくるあたり、これほん本当に素晴らしいです。これなんかこう、もっと大きいサイズで額縁に飾りたい。はい、こちらの初代ゴジラのひな形、まあ元はですね、当時特殊技術の美術監督、渡辺明さんと美術造形担当の利光定蔵さんによって粘土原型が作られました。その形は劇中に登場した初代ゴジラとは随分違います。はい、こちら高さは 14.5 センチほど、幅は8センチほど、奥行きは19センチほどになります。素材は PVC でかなり軽いです。で、改めてこのゴジラをご説明すると、この公式ビジュアルブックから引用しますと、ゴジラの元々のデザインは漫画家の阿部和介さんによって描かれ、それを参考にスタッフが協議を重ね、特殊技術の美術監督、渡辺明さんと美術造形担当の利光定蔵さんがデザインを決め、粘土原型が制作されたと。で、これはね、本当に第一案の体表が鱗のようなゴジラだと思うんだけど、イボ状の体表をした第二案、そしてワニのような体表の第三案、で、第四案もあるとか言われてるんだけど、まあ、とにかく劇中に登場した初代ゴジラになるまで、まあ、ひな形のゴジラにも歴史があるんですよね。そして、そんな着ぐるみの初代ゴジラさんと比較してみましょう。すん、これさぁ、全然違うね。面白いなこれは。頭身がやっぱ違うもんね、随分。この初代ゴジラさんって、今のゴジラとしては顔が決して小さいとは言えないゴジラなんだけど、むしろ顔が大きいとして有名なんだけど、さらに大きいもんね。4頭身から 4.5 頭身ぐらいじゃないかな。まあ、あとはちょっと、ズドンと。これ、モンスターアーツの初代ゴジラの方がね、着ぐるみに近いと思うので、比較してみましょう。いいですね。まあ、本当にこれが試行錯誤の上、こうなったと。やっぱこれだったら着ぐるみにならなそうやもんね。すん。最新のゴジラと比較するとこれはすごすぎる。だってこのゴジラの顔が2個分やね。2個分リアルに。いや、3個入るかな。これが本当の最新と最古。ちなみにこれ展示会で撮影したおそらくひな形の第一案の写真と比較するとかなり再現度高いんですよね。ね、ちょっと首の角度ぐらいだよね、違うの。だから本当すごいですこれ。で、まずこう顔面を見ていくとですね、やっぱりこう爬虫類っぽいんですよね。口が大きく裂けていて、なんか昔のティラノサウルス感がありますね。着ぐるみの方はどっちかって言ったら哺乳類っぽいもんね。やっぱそうすることによってより親しみやすい、ちょっと可愛げのある顔になってますよね。ただ耳があるところは共通してる。第一案からしっかりこう耳があったんだね。この辺りの造形はちょっと人間っぽいけど、そして白目とまさかの大先輩でしたっていうねっていうかちょっと似てるぞ。似てるな、口の形とか。やっぱちょっとね、ミレニアムシリーズになると若干横長になって爬虫類感は増すんだよね。その辺が似てるのかもしんないね。これ面白いね。だから最近のゴジラを見ると最初のこの第一案に近づいてる感はあるんだよね。ハリウッドゴジラも若干爬虫類感あるじゃん。だから本当の元に近づいてる感もあって、面白いね。歴史は繰り返されるんだよ、これ。やっぱりそのこの牙だよね。この牙がちょっとね、爬虫類感あるというか、大きく裂けていてギザギザしてると。ただこれしっかりね、分離されて作られてるね。素晴らしい。こんな丸顔やのに、ちょっと怖いもんね。白目と、あ、やっぱこの大きく裂けた口。あ、怖っ。
なんか笑ってるみたい。で、ここ鼻、鼻がしっかりあります。このあたりは初代ゴジラに近いか。うん、この鼻の形は着ぐるみゴジラに近いですね。いや、しかし着ぐるみゴジラのこう目がね、外向いてる。三眼してるのやっぱ怖くていいわ。やっぱこの目にして正解ですね。いやーでもこの顔不気味だな。ほんと怖いもん。上から見てもやっぱり従来のゴジラとは全然違うね。やっぱりこの肌ですね、肌。これはなんだろう。魚というより、蛇っぽいね。蛇のようなそんな体表をしています。やっぱり最初はこう恐竜っぽいイメージだったのかもしれませんね。で、ちなみにこれ首は、あ、稼働しないね。まあ、動いたらよかったけど、まあ、仕方ないか。そして、こう、ボディ。あー、鱗この辺わかりやすいね。すごい、これ。一枚一枚、しっかりと折り重なった、蛇のような体表をしています。てか、これ、キングギドラですね。ギドラやん。ゴジラのライバルの体表の元は、ゴジラだった。でも、やっぱりこの着ぐるみの、このケロイド状の皮膚の方が、いいなと僕は思いますね。やっぱりこの体表はね、本当に核の象徴というかね、被害者というか、そういう体表で本当にすごいなと思いますもん。やっぱこっちの体表だと本当に恐竜、まあ、当時の恐竜ですね、がやってきたっていう感じ。ティラノサウルスとか。で、こっちは怪物っていう感じだね。水爆大怪獣。で、手なんだけどね、まあ、ちょっと可愛らしいんだけど、まあ、今でこそさ、この普通のゴジラっぽい、まあ、形かなと思うんだけど、この顔からは似つかわしくない形はしてるよね。ちょっと人っぽいというか、このあたりがまあ怪獣、怪物とか、そういう要素なのかなと思ったりしますね。恐竜とはちょっと違うもんね。長くてね、ぬーっとしてて。で、4本っていうのもいいですね。まあ、この時から4本だったんだっていう。ちなみにこの手はガシャガシャ、こうね、動かすことができるので、こうポージングをね、取らせることができます。わー怖いね。これで襲ってきてもめっちゃ怖かったんじゃない。これはこれでね、人食いそうやもん。そしてこうお腹がこうぽっこり出てるとこのあたりはさ、恐竜やな。ヨッシー思い出すもん。昔の図鑑に載ってたティラノサウルスっていう、そんな感じですね。このなだらかなお腹かわいい。足もちょっと恐竜ぽいけど、あ、でもかかとはこう浮いてないね。いわゆる初代ゴジラの着ぐるみの足をしてる。足の指なんかはもうね、すでに初代ゴジラ、着ぐるみゴジラの片鱗があります。まあ、ちょっとここの指の形、生え方が違うっていう感じで、かなり近いです。ただ足の長さが全然違いますね。なんかこの子すり足でズリズリ歩きそうな、そんな足の短さ。で、ちなみにこの足も短いですが、こうね、ガシャガシャ稼働して、ちょこーんとね、座らせることができますと。井戸端会議ができますと。そしてゴジラといえばのこの背びれですね。この背びれはね、もうなんか出来上がってるよね。で、白く彩色されてるのもいいね。まあ、角度は違うけれども、背びれの一個一個の形自体はもうほとんど出来上がってるね。で、これ表面にしっかりとブツブツがあるところもいいですね。リアルに造形されています。で、これソフビとしてもなかなかいいね。まあシンプルだけど、色分けとかもね。成形色とここの白と目と口だけでね。形すごいいいね。で、尻尾がちょろんと。尻尾は短いね。このあたりは全然違います。やっぱゴジラの尻尾って長いんだね。まあでもこれがあるから美しいんだよね。でね、尻尾はね、表面にこう、鱗がないんだよね。ここは、あえてなのかな。こういうところ面白いなと思いますね。うん、短いけど、今のゴジラの尻尾感若干あるね。なんかメカゴジラの尻尾っていう感じ？はい、というわけで初代ゴジラの元だったんですけど、やっぱりあれですね、当時のまあ1950年代の価値観がこう反映されてますよね。やっぱり当時のティラノサウルスってこうね、直立してたし、それが元になってるっていうのがこう伝わってくるし、この鱗からね。でもさ、普通に考えたらこれで落ち着きそうなところを絶対これで行くと思うんですよ。でもそこで終わらず、こっちのさ、なんかもう怪物、怪獣のフォルムにしたっていうのはすごいなって思いますよ。ほんまにこの路線で言ってたら、多分こうなんかね、人食べたりとか、それこそね、あのエメゴジっぽい感じになりそうなね、雰囲気もするよね。まあもしかしたらこんな感じで時計と襲っていたかもしれないと。こっちの方はね、本当に人食いそうで怖いんだよね。でもなんか原点に触れることができてね、
嬉しかったし、このソフビはなんかね、なんかモンスターアーツとかではなく、あえてこのムビモンっていうところがね、僕はね、いいと思います。それぐらいのクオリティでちょうどいいというか、うん。個人的にはこれおすすめです。といってもこれ買えるのかな今。高騰してるかもしんないけど、なんかこれはね、やっぱ再販とかしてね、みんなが買えるようなね、値段にね、して発売するべきやと思うけどね。っていう風に感じました。まあ、そんな感じでね、すべてのゴジラの原点に触れることができて、よかったです。でですね、ちょっとこれ、ズン。これね、ゴジラ70周年のカレンダーなんだけど、ゴジラマイナス1の絶望ゴジラさん。ここさ、電車が瓦礫ぶっ飛んでたんだね。すごい臨場感。ちょっと開けようか。ちょっと開けてみるか。お!でかい!ちょっと待って。ジャニュアリー。1月は、うわー、ほんとまさに今回の動画にぴったしじゃん。時計塔のゴジラ。うわー、やっぱ美しい鳥肌だったもん、今リアルに。この影で、背びれ隠れてるのかっこよすぎる。ああ、でもやっぱ恐竜感もあるけど、やっぱりしっかり怪物してんだよなぁ。ちょっと羨ましがってそうやもんね。まあ公開されてるやつをお見せするとですね、公式で。こうメカゴジラね。こうメカゴジラ推しなんがいいよね。ワンとツーっていう。ちょっとゴジラがおまけっていうね。どっちかっていうとね。まあ、見てこれ、これいいね。謝罪させてるやん。強すぎるゴジラ。ミニラが成長した説もあるけど。で、まあ、こう、ミレニアムもしっかりやると。でもこれね、ファイナルオーズないでしょ?ファイナルオーズはね、1ページでね、特集されてます。で、まあ、歴代すべてのゴジラのページもあります。まあ、国内実写に限るけどね。まあ、その辺はもう、多めに見てやって。でも、こう、初代から始まり、ずっといろんなね、こう、ゴジラがね、いたわけですよ。もう僕の好きなこのギドゴジ。まあね、いろいろいて、まあ、この辺、あ、いたね。デスゴジさん。で、このね、ミレゴジとかはちょっとね、やっぱこう、さっきも言ったけど、爬虫類感があって、ほんと、ひな型ゴジラ感があるよね。原点会議じゃないけどね。で、まあ、こうね、いろいろね、いますが、ババババババーンと。マイゴジ。かわいい。これさ、やっぱさ、この、尺ゴジさんに似てるよね。尺ゴジさんと気流ゴジか。この2体に似てるなと、ちょっと思います。この角度だけね、見たらね。で、これね、ゴジラマイナス1の月もしっかりあるんですよ。あるんだけど、ちょっとね、1ページね、サプライズページがね、ありました。だからこの裏表紙に載ってないページが1個あったので、まあね、それだけね、お伝えしておきますわ。それはさすがに買った人しか見れないようにしとかないと、うん、やばそうなんで。まあでもですね、あのゴジラも含め、すべての先ほどお見せしたすべてのゴジラの原点が、まあ、この子と考えると、この子は本当にもう永遠の家宝にしたいなと思いますわ。ということでね、まあ来年のカレンダー見るにはまだ早い。まだゴジラマイナス1。公開中ですので、ぜひ皆さん、一人10回は抗いましょう。というわけで、今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それではまた!バイバイ。いやー、ひな型ゴジラ、かっこいいなー。我々の原点だもんなー。先輩、これからもよろしくお願いします。いや、歴史を紡いでくれて、ありがとう。これからもよろしくー!ふふふ!今の主役は俺だっていうのに、こうなったら。え?